は、山本一力による小説。テレビ朝日にて、小坂井和樹主演で、テレビドラマ化され、2021年4月16日に、放送された。明治ドラマスペシャルズンズン、は、2021年4月16日の23時15分翌0時15分に、テレビ朝日系列のドラマスペシャルとして放送された。株式会社、明治の一社提供番組、主演は、 小坂井和樹。小坂井がドラマ主演を務めるのは2005年まで放送された夏木静子ミステリーアリバイの彼方にシリーズ以来約16年ぶりとなる。踏み込むなその親切にブレーキを。という標語を店内に貼られるほど親切な田代。龍平は満点ミルクの販売店、まといミルク店で働く従業員。その田代が 訳けあり新入店員の栗本正吾の教育係に任命された。やる気の見えない栗本も親切心の塊人間田代により、徐々に変わっていく。そんな時、宅配先の湯川香るの牛乳箱に入っている、はずの空き瓶が入っていなかったことに気がついた田代は、放置すべきか救うか悩む。主要人物まといミルク店、創業80年の老舗牛乳配達店。 満点魅力特約店、田代の関係者その他。ありがとうございます。